dedicated game channel by Kiltonetta. みんなお元気？さて始まりの話題は、なんだか電気ショップ系の装備だとまだ慣れていないせいなのか、いまいちしっくりこなくって、これはうまく使いこなせるまでは他の装備でシェンロウのバトルやってた方が気が楽だなって感じでバトルやってみると、おや、これでもう十分じゃない？そんなバトルとなってしまい、しばらくはこのコンビネーションで続けよう、そう思うこととなったバトルクリップです。まあ、シェンロウそのものをうまく使いこなせてないのか、それともこれから先もうまく使いこなせないのか、まだわからないけど、ショットガンの瞬間的な攻撃とその後の防御する展開、これが分離して考えていける、そんな感じがかなり使いやすいなーって思えるね。電気ショック系だと攻撃仕掛けつつ移動展開を行うって感じ、同時のコントロール、そこがかなり難しいね。そんなわけでシェンロウのアビリティに合わせた電気ショック系の武器って感じではあるけど、シェンロウには瞬間的な武器の方が使いやすい。そうなると音響系やスラッグ系なんかも試してみようかなってことで、次の話題はサムネの通り、おちょこちに電気ショック系を装備するとどんなものでしょうって疑問を確認しました。それでおちょこちは今回のリバランスで防御力が低下したよね。さらにアビリティダメージも低下とはいえ、まだまだ近接戦でも普通以上のバトル展開できるって感じでもあるので、それならばって感じです。威嚇のためスラッグ系とのダメージも確認します。レベルが揃ってないけど、それなりに近い感じとなってます。それじゃどんなものなのかじっくりと確認しましょう。なるほどね。まあ確かに射程 100m ってこれまでにない近接戦武器だから、当然といえばそうなんだけど、かなりのもんだね。それじゃ最後の話題として、電気ショック系おちょこちのバトル、完璧な近接戦仕様なんでかなりストレスたまるって感じでしたが、まあいつも近接戦となるロボットだから、タイミング合わせをいつもより意識するって感じでバトルはできるかな。むしろさっきの検証で確認できた通り、なぜだかアンプブーツとのカウントが他の武器よりも早く上がってくんだよね。意図的な係数設定なのか、新発売へのサイレントなのか、まあどちらにせよ弱体化を受けたおちょこちにとっては生き延びるコンビネーションって感じだね。それではエレクトリックおちょこちのバトル、ダメージと射程 100m でのバトル展開についてご参考となれば、明日はリバランス全体の確認となります。ご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。
living legend.